先日ゲリラ豪雨の後に空を見ました。大きな虹がかかっていました。皆さんは虹の色をすべて言えますか？赤、オレンジ、黄色、緑、青、藍、紫、この7色です。今僕は赤から言いました。しかし本当は紫から始まります。バッキング処理ですね。パテなんですけど、定番なこちらを使います。デブコン A。 このパテを選ぶ理由なんですけど、これはですね、水道管とか水回りの補修に使われるパテなようで、鉄粉入りのパテになってますね。なんで強度があるっていう部分、あと水回りに強いっていうことですね。はい、あとはですね、クッキングシートですね。そしてはかり、こちらを使います。重さを測りますね。デブコンっていうのはですね、主材と硬化材2つあります。で、この割合がね、9対1ですね。こういう黒い方とこの白い方、こっちが1ですんで、まず1の方をですね、入れますね。で、9対1なんで、この白い方の9倍です。今 4g なんで 36g、 合計で 40g まで、これをきっちり混ぜます。で、見てお分かりの通り硬いので、しっかり混ぜないと固まりませんので、結構で念入りに混ぜます。で、このデブコン A っていうのはですね、硬化時間までにもう一晩ぐらいかかりますんで、ゆっくりやって大丈夫です。じゃあ混ざりましたんで、塗っていきましょう。で、底になる部分にちょっと多めに置いて、あんまり強く押しすぎるとこのパテの部分が薄くなりすぎちゃうんで、厚みが残るように軽く置きます。このパテの部分はですね、全然石なんかよりも柔らかいので、後で処理しますんで、はみ出ても大丈夫です。はい、できました。じゃあこれをですね、半日ぐらい置いておきます。気温なんかにもよるみたいですけど、じっくり半日、一晩ですかね、置きます。では半日置いてみましたんで、固まったと思います。固まってるかどうか確実に確認する方法っていうのは、この使ったものを、ね、取っておいて、これで確認してみましょう。固まってますね。じゃあ今からですね、この外枠の部分、形を整えて、あと上もカボションなんで、ざっくりと上も削っちゃいます。では削ります。180番ですね。こういう感じでざっくり削りました。この番手ではこれぐらいで、じゃあ次どんどん行こうと思います。これはニューランダーターコイズですね。ターコイズでも同じなんですけど、このターコイズの層を横から見て、あまり削りすぎるとここがなくなっちゃいますんで、そういうの気にしながら削っていきましょう。このバッキングのですね、底の部分がデコボコしている場合もありますんで、ここも平らに整えます。茶色の部分ちょっと残そうかと思ったんですけど、思いのほか砂でしたんで、ボロボロになっちゃいましたんで削っちゃいました。じゃあ粗削りということで、全部ですね削ってみました。この後の作業はドップ棒につけようと思います。もう爪がなくなっちゃいました。はい、それでは、これ320番に変えました。まだ320番でもターコイズってのは柔らかいんで、すぐ形変わっちゃいますんで気をつけましょう。じゃあ電着ダイヤモンドはここまでにして、こっちで磨きます。じゃあ前回紹介しました
このダイヤモンドパシフィックシャドウルータービットで研磨します。280番からいきます。じゃあ次600番で磨きます。で次は1200番ですね。これで1200ですね。はい、3000番まで終わりましたね。では全て、磨き終わりました。ドップから外します。じゃあ外しましたんで、ちょっと底面部をまた綺麗にしました。でターコイズですね、スタビライズド処理されているものでしたけど、中にパイライトが入っていましたんで、このターコイズとパイライトの組み合わせっていうのはよく見かけますね。こっちもパイライトが入ってます。で、こちらもパイライトが入ってますね。あまり削りすぎるとパイライトなくなっちゃいそうだったんで、ちょっといびつな形に残してます。このターコイズはかなり柔らかかったですね。でこちらはターコイズではないんですけど、ニューランダーターコイズ、こちらもニューランダーターコイズですね。こちらはバリサイトですね。はい、ということでターコイズの方、研磨し終わりまして完成いたしました。いかがでしたでしょうか。ターコイズはですね、本当に種類が様々です。色も、模様も、まあ、値段もですね、様々です。ぜひですね、いろいろ見ていただいて、まあ、皆様の気に入ったもの、ピタッとくるものがですね、見つかればいいなと思います。石の硬度もですね、高くありませんので、磨きやすい石なんじゃないかなと思いますので、ぜひいろいろ見てみることをお勧めいたします。はい、ということでですね、今回の動画は以上となりますね。もちろん今回の動画中で制作したターコイズ、こちらは全てプレゼントさせていただきます。今回の応募方法は少し難しくしているつもりなんですけども、まあ、僕の動画見ていただいている方にはなんとなく察しはつくんじゃないかなと思うんですが、ヒントは今回のターコイズの動画、そしてこちらの動画になりますね。この動画の中にヒントがあります。ぜひですね、ご応募お待ちしております。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。さよなら。